にそれも忘れてしまった。もうちょっと余裕持って行動しなさいよ。いつも。パンパンで。ボリュームでどうなの？リッキー、チカのレッツ深呼吸。はい、はい、皆様こんにちばんは。こんにちばんは。と言ってももうそろそろこんばんはの時期に来ましたね。うん、ちょっと涼しくなってきてるよね。夕日もね、あのオープニングからもうそろそろ夕焼けになりそうなね、うん、時間帯になってきてるっていうことは、だんだんね季節が冬に向かってます。はい、まあ、沖縄もね本当にちょっと過ごしやすい天気になってるしね。いや、内地ではちょっとまあ寒くなってるぐらいな感じなんだけど、9月も最後のね、放送ですけど、はい、もう来週から10月だよ。本当に早い。あともう今年も3ヶ月で終わりだよ。去年もそんな話しなかった。早くねっつって。もう全然そんな感覚ないけど、いや今年は相当なね、あの世界がひっくり返るような、ことがねたくさん起きましたけど、うん、もうでもね、こういうシンクロが起きてさ、うん、世の中いろいろ変わってきたよね。で、そうだね、みんな最初は得体の知らないものだから、うん、恐れだったんだけど、うん、だんだんこうデータとか、うん、いろんなのが出てくるとね、本当にもう正しく恐れる、まあ、この番組でも言ったけど、亡くなった方の数字とかさ、うん、実際感染者重篤者っていうのは、日本の平均寿命に値するから、うんうんうん、まあそんなに恐れすぎてさ、うん、経済を止めちゃやっぱりダメだなと思うし、うんうんうん、もう知らなかったがそうなってしまったのは仕方ないんだけど、はいはい、これからはやっぱりちゃんとね、経済も動かしていかないと、うん、もっとコロナで亡くなる人以外のねものが死者がな出てくるから、うん、もう本当にね先日ショックだったのが竹内結子さんのね。ねえ、この芸能界も最近何なんでしょうね。もう、ね、すごく俺素晴らしい方々がショックで、大好きな女優さんだったからさ、うん、本当にね。しかも最近映画見たばっかりだから、俺コンフィデンス JP、 あーはいはい出てますもんね。あれ三浦春馬さんとね、もう出てるしね、2人で2作2作か出てますよね。いやなんかね、いやそんなに苦しんでもないはずだけどって、まあこればっかりは ね、 ね、第三者がもう言えることじゃないんだけど、そういう中ね、やっぱり経済的にねどれだけやばくなってるかっていうのをね、うん、いろんなところでも数字がいっぱい出てて、うん、例えばもう閉店、もうこれからね閉店をもう計画してるところだけでも、うん、まあものすごいたくさんあるんだけど、うんうん、ちょっともう表に出て知ってる範囲でね、うん、言いますと、居酒屋でコロワイドグループって言いまして、うん、牛角とかね、あの甘太郎っていうか寒太郎かな、うん、とか温野菜とかね、はいはいはい、うんうん、あれをコロワイドグループって言うんだけど、うんうん、そこの、まあ、チェーン店が196店舗閉店予定、うん、196店舗もう約200店舗ね、であと、まあ、チムニーっていうグループが72店舗これも居酒屋チェーン店だけどね、うんうん、あとジョイフルが、全国で200店。ジョイフォーも？ジョイフルも200店閉店予定で、大戸屋が10店舗、吉野家が、5% の150店舗、うん、で、ワタミが80店舗、うん、で、いきなりステーキが、これがね、まあ114店舗って出てるけど、うん、まあいきなりステーキのチェーン店も含めてね、うん、やっぱりステーキは好調だけどね。
だからねどんどん増えていく一方ですよね確かね、やっぱりの方確か今日明日無料だ、無料で食べれるっていう、なんか LINE のお友達になればっていう、うちのお兄ちゃん何も言ってなかったけど、限定数だとしてんだけど、あいつチャタンの店長やってるんで、やっぱりステーキの言ってあげてください。ああそうね、はい、なんか出てたよこういう、あとね、世界的で言えばあのザラ、ザラが世界で1200店舗閉店予定。でやばいな、やっぱりあの今、自粛になって、外に出ないからあのスーツとかも売れなくてさ、だから医療品店も相当だからあの閉店してるらしいんで、今、飲食中心に話したけど、まあ、ザラも医療店だし、そういう中ではあの日本で言えばあの青木、紳士服の青木とかね、青木はあのオーダースーツはもう、全店舗でもう、閉店するらしい、オーダーはね。オーダーがないんだじゃん。だから既製品だけの販売とかね、もう本当にひどい状況になってて、もうなんていうかな、あの経済がこうやって疲弊すると、まあ、いろんなあのことが連鎖的に起こってくるわけ。多分あの来月からあの今年年末に向けていよいよあの倒産ラッシュになるらしいからね。このこう今言ったあの飲食店とか医療品だけじゃなくて、全部関連して連鎖的に起こってくるから、こういうのっていうのは、いろんなまあ物流にも関連してくるし、で空き店舗が出たら家賃も下がるし、で家賃が下がったりで、こういう大手が、売り上げ下がって、閉店していくと株価が落ちるでしょ、株価が下がるよね、で株で大損したりとか、でもうとにかく関連してるところが連鎖的にどん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 、あの、まあ、マイナスのスパイラルに陥ってくるからさ、まあ、もちろんこれだけ閉店するってことは、失業者がかなり増えるでしょ、仕事がないしね、で最初にこの、給付金もらったのとか、持続化給付金とかあの、まあ、雇用者のね、そういった給付金とかも、もうあのカツカツにもう底をついてきてる時期だわけ、だからもうこれから年末、年明けに向けて相当だからやばくなるよ、想像以上に、想像できなかったこともいっぱい起こると思うし、だからこの辺がねもう、非常に、怖いっていうかね、ちょっと10月からはいろんなことが見そうかもしれないですね、ガラリとなんかいろいろ変わっていく来月からね。だからデータ的にあの、なんていうかな、このインフルエンザで、去年の今頃ね、感染して亡くなった人とか、の比較したらさ、先月の時点でかな、今年は、1000分の1だし、要は、みんなマスクするし、手洗いうがいするから、今年の1月から今までにインフルエンザが流行してないわけよ。去年の今頃だったら累計で、約6000人ぐらいいたわけよ、今4人だったよ。まあね、みんな予防はもうしてるもんね、かなりね。だから、年末年始本当にインフルエンザ流行するのかなって、ね、まあ気が緩めばさ、今どん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 あの非常事態宣言は解除になって、人も動き出してるし、さまざまな動きがもう出ちゃってるけどね、いやそうせざるを得なくなってるんだけどね、経済ねダメにしちゃうから、だからそれ あの弊害が、この年末にかけてね出てくるかどうかっていうのがちょっとね、注目すべきところで、で特に先週の4連休があったじゃん、19日から22日までの、この4連休でもうどこもかしこも本当に人でいっぱいだったからさ、そうですね、めっちゃいっぱいでしたね、どこも。これが10月の、10日前後あたりまで、あの要はその時の結果がどうなるかっていうのが現れるらしいからさ、これに今注目してるみたいね。そこでまたひどい数字が出たら
年末年始また締め付けられたらもう経済本当に終わっちゃうね、うん、もう忘年会とか新年会どころじゃないし、うん、っていうもうまあことで、うんうん、まあ、うちの、 あのスポンサーでもあります、屋上のねビアガーデン B サイトさんも、はい、元気にあの営業してますんで、あ、今やってます、うん、週末はもう本当に予約が取れないぐらい、うんうん、いっぱいらしいんで、うん、ただ平日がね、なかなかあのお客さんまだまだね、うんうん、あの自粛ムードなのか、うん、ただオープンスペースだからね、うんうんうん、ビアガーデンだし、うん、だからまあ、どうしても我慢できないリフレッシュしたいっていう人だったら、うん、この FM ギノワンの、ね、屋上のビアガーデン B サイド、うん、ぜひ、ね、利用してほしいなと思いますね、うん、いいと思います、気持ちいいしね、うん、ほんとね、でもう台風ももうしばらく直撃はないんじゃないかなと思うぐらいだけど、うん、さっきもちょっと屋上を登ってみたら非常に心地のいい風がね、はいはい、吹いてて、うん、ちょっと飲みたいなと思ったんだけど、今の時期の風は良さそうだな絶対ビールうまいよ、今日の番組バックれてから俺飲もうかなと思ったダメだなちっかりまかしてと思ったぐらい本当気持ちいいね、うん、ビアガーデン B サイドですからぜひね、ご利用してみてください。今日はですね、はい、ゲストさん、はい、チーカーのまたおすすめのゲストさんね、はい、お呼びしてますので、はい、非常にまた興味深いねお話が聞けると思いますの で、ね、楽しみですね、1時間お付き合いください。 FM ギノワンレッツ深呼吸、この放送はアスダンの天然水を贅沢でサーバー飲めるプレミアムウォーター、新しい未来を構築するコンテナハウスメゾコーン、癒しのオルゴール専門店沖縄オルゴール堂、陸上の小さな海サンゴ畑、総合建設業で地域に貢献株式会社流星建設、ビアガーデン B サイトの提供でお送りいたします。ミキさん、柚子胡椒好き？あんまり食べない？柚子胡椒、おー、まあ、たまに使う。いや、シークワーサーでさ、無農薬自然栽培のシークワーサーたくさん取ってきたから、シークワーサーと島唐辛子で柚子胡椒みたいな使ってみて。よろしくお願いします。お願いします。水を。水を。せっかくなんで置いておきましょう。ありがとうございます。あ、さすが。時間だったら気づかないね。不思議だね。何か聞きたいところですけど、これ番組始まってから聞きますもん。直樹さん帰ったんですね。帰りました。どれぐらいいたんですか？1週間かな、うん、で、宮古に移って、うんうん、で、チコちゃんに誕生日プレゼント、やった、ありがとうございます。なんかすごい、もう、あ、それ番組みたいでやった方がいいすげえ、うん、やったね。もう静かなんだね。すみません。早いね。どうする？これなんか映る方法あるしちゃう。いや、もう手で持って見せるしかない。でもこれ。ちょっとね、YouTube のギリギリ多分映せると思う。上結構空いてるから、若干下下げてもらう。ちょっとじゃあ、ツイキャス下げてみましょう。これぐらい、あ、うんうん、うん、待ってよ、リキさんが切れてる、頭切れてるな、リキさんが切れてる、あれ、リキさんが切れてる、これぐらい、オッケー、いいね、いい感じ、チッカーメインに進めてない、え、メインはい、ではお写真失礼します。はい、チーズ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。開けていいですか？で、フラーレン、
いや、かわいい。あ、すごい。かわいいですね。これ、ネックレスに。ああ、ネックレス。なるほど。あ、すごい。めっちゃ細か。これより細かい。これが4ミリで、この下が2ミリなんだ。まあでもこれは老眼鏡をかけないともう穴が見えない。あ、やば、すごい、可愛いですね。ありがとうございます。いいえ、遅くなりました。いいえ、全然もう、どうしようかな、どうしようかな。それが好きな、なんか使いたい。ネックレスとかがいいかも。身につけてた方がいいんですか、やっぱり、うん、持ち歩いたりとか。うん、水晶ですよね。そう、クリスタル。みこさんも今主に肩書きって何なんて言うんですか。もうクリエ作家とか、結局本書いて、でもこれも、フラーレン作家、フラーレンクリエイター。フラーメジスト、ね、すごいしっかりしてる。なんかやっぱり作るのが好きなんですかね、美恵子さん。そう、あのパリに留学してたのはオートクチュールって洋服 の、うん、あのドレスとか作っていたんですけど、うん、オートクチュールってミシンじゃなくて全部手縫いなんですよ。あのこの布地の糸の一本一本をすくってこう縫っていく、はあ、細かいの好きなんですよ多分、で手を使うことがすごい好きなんです。集中力半端ないですね。あのこれを編んでいくときに自分に潜っていく感じ。ゼロポイントを目指して。すごい。結構注文とか来てる。すごいですよ。8月から始まって。マイク掴みに。もう始まる？まだ。まだ？大丈夫？もう、まあ、今ぐらいで大丈夫ですか。調整しました。マイク。うん。試合負けるもん。まだです。あと1分ぐらいあります。はい、7月1日に、このクリエイターの講座に行って、毎日毎日ずっと編んでて、うん、で、8月、あ、そう、7月いっぱいはもう自分の内観っていうか、潜っていく。結局これを編んでいくのって、自分の中側に内側にどん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 ダイブしていくっていう感じ、潜っていって編むんだけど、それが出来上がったのが7月末 で8月1日から売り出そうと思って販売しますって言って、そしたら注文がやっぱり見た人がやっぱり欲しいとか触りたいとか体験したいとか、8月が25個で、9月今月入ってさっき見たら35個でフランスの友達も注文してくれて、うんうんうん、であのやっぱり触ってみたりとか見たりとかするとやっぱこれは絶対必要なものだと思う人たちがすごく多くて、うん、やっぱフランスからも受注がすごく多くて、うん、やっぱフランス人ってなんかハードがオープンだから、うん、キャッチしやすいんだよね、このエネルギーを、うん、自分に必要なんだっていう人たちが発注してくれて、はい、じゃあ CM 開けましたのでマイクあげます。はい、どうも、レッツ深呼吸をお届けしています。はい、今夜のゲストはですね、作家であり、今日またご紹介するこれ、フラーレンの、クリエイターであります、笠井美恵子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、この番組も何回かね、出演いただいて、うん、チーカーとのねお友達でもありますし、今日はまたチーカーがちょっとね、リードして、あのなんか強調するな、ご紹介していってください。はいはいはい、美恵子さんもどれくらいですかね、3回4回目ぐらいですか、このラジオ。5回ぐらいで、ホラー会とか。あ、そうですね。聞きに来たり、去年の友情プロジェクトで、うんうん、ホラー会隊のトミコさんと一緒に出させていただいて、でその後はあれですよね、この本の出版ということで、うん、はい、ドラクエ的地球の遊び方、はい、で今回はまたね、ほんといろいろ多彩でね、フラーレンっていう、なんだろう、クリスタルで作る、うん、なんていうんですかね、これは、これは、うん、五角形
五角形と六角形 の、うん、あの構成された32面体の球体なんですけど、うんうんうん、この、 あの形自体は宇宙の元素でも存在するんですね。宇宙の元素、うん、のこういうあの構造の形っていうのがあるんですね。サッカーボールも同じなんですけど、うん、あ、はいはいはい、この形自体はあって、うん、でそれで去年の11月にあの福岡在住の寺澤孝子さんという人が、うん、あのこう 山の山頂に行った時になんかインスピレーションで下ろしてきて、うん、でグレートセントラルサンっていうのがその宇宙銀河の中の太陽を超えたところの宇宙の中の太陽、うん、にグレートセントラルサンっていうのが宇宙の太陽があって、そこからのエネルギーをあの下ろしてこれるのがもうこの形しかないって受け取ったんですね、うんうん、で孝子さんっていう方がこれを発明して、うん、フラーレンをそうで広めていったんですけど、はいはい、で私は7月1日にあのこのクリエイターの講座を受講して、うん、7月からずっと毎日毎日1ヶ月編み続けていて、うんうん、で8月1日から販売を開始したんですけども、はいはい、やっぱりなんかあのこの形っていうのはそのグレートセントラルサンのエネルギーをこう取り入れて、うん、宇宙と自分を通して地球につながる光の柱をそれぞれの光にあの人に、うん、立てることができるんですね、うん、っていうことどういうことかっていうと、はいはい、そうですね、その人の、うん、あの本来の魂の生き方に、うん、あの誘導してくれるんです。これがほー持ってると、うんうんうん、であの大きい形のは、うん、家とかに置いていただくともうその家自体が、うん、あの光の柱が通る感じになって、もう家族とかもあの本来の魂の生き方に進もうと導いてくれるんですよ、うんうん、であのフランスにあのユキミっていう友達がいるんですけども、はい、でその友達もこれを見たらあの欲しいって言われて、うんうんうん、で何個か送ったんですけど、うん、それを見たフランス人の友達も、うん、やっぱりこれ欲しいって言って、うん、でどんどん今地球にあの広まっている感じなんですね。で実際にあのこれを持ったもう発注した時からもう始まってるんですけども、うん、あのやっぱりね本音でしか生きられなくなるんですね、うんうんうん、これを持つと本来の魂の生き方にしか生きられなくなっていくので、うん、だからはって気がつくんですよ。魂のスイッチを押す役目があるんですね。うん、私の本もあの魂のスイッチを押す役目があるんですけども、うんうんうん、ではっと気がついて、あ今まで私何してたんだろうとか思う人たちがすごい多いんですね、うん、であの必要な人に出会ったりとか、はいはい、必要なものが、うん、あの物事が起きたりとかっていうのがすごく早くなるんです、展開が。うーん、素敵ですね、うん、で循環も起こってくるし、はいはいはい、なのであのそのユキミの直淵に住んでるユキミっていう友達は、うんはい、その旦那さんもこう結構イライラして、うん、こう怒りっぽい感じだったんですけども、うんうん、これを手にしてからもうあの怒りがなくなって穏やかな人になっちゃったりとか、うん、でその人の連れ子あの息子さんが隣の家に住んでるんですけど、うん、あのその子もずっと YouTube とかゲームをずっとやってたりとかお父さんの言うこと聞かなかったりとか反抗的な感じだったのが、うん、急にその YouTube とかそういうゲームとかもやらなくなって、うんうんうん、こうちゃんと話を聞いたりとか話をするようになって、うんうん、だからパパもイライラがなくなったし、うんうん、息子もちゃんとこう話を聞けるようになったりとかっていうのがあるので、やっぱり家族もどんどん変わっていくへ、うん、っていうのがあります、うんうん、すごいですね。これはクリスタルだけ？いや、これはクリスタルでできているんですけど、うん、主にクリスタルで一応作るやつ、で、やっぱりクリスタルっていうのが一番あの純度が高いので、うんうんうん、その魂にすごい直結できるんですね。グレートセントラルサンをこうのエネルギーを取り込むのに一番いいんですけども、で私が編んでいく時に、うんうん、あの心がけているのがまずこう例えばちかちゃんのためにこう、うんはい、編むって決めたら、うんうんうん、まず自分はもうゼロポイントを目指して内観してどん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 入っていくんですね、うんうん、でそうするとゼロポイントってどういうことかというと、もう瞑想状態なんですね、うん、何にも思わない、何も感じないっていうゼロの、はいはい、
あの境地っていうか悟りの境地みたいな感じになって、もう念も何もなく、うん、そうそうそう、無心で、そうだから、すごくね私は楽なんですよ、うんうんうん、あのなんかこうざわ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 あの三次元的な世界がざわざわしたりとかしても、うん、もうここに潜っていくともうゼロになるので、うん、すごく楽なんです。宇宙とつながって地球とつながって一体になって、うん、だからすごくなんか不安とか恐怖とかっていう集団意識であるんだけれども、うん、まあコロナの中にあって、うん、それを感じたりとかするとやっぱりこれにフラーレンを編み始めるとすごい集中できて、うん、ゼロポイントになるんですね、うん、でそして自分はゼロにして、でちかちゃんのために編もうとした時にちかちゃんの一番輝いている魂に向かって編んでいくんですよ。でこれを渡した時にすごいなんかあの感性のすごいエネルギーを感じる人とかはすごくあのバイブレーションを感じるとかピリピリするとかっていう人もいるし、それから動機が始まるんで、あのドキドキの動機じゃなくてコネクトがこの一番完璧な状態の輝くあの魂と自分の魂が同期してこっちに向かっていくっていう流れになっていくんです。すごいですね、うん、なんかなんかやっぱりあの実際にねこうやって持ってみたいとか、うんうん、あの触ってみたいとかっていう人がいて、うんうんうん、で10月10日にアガリンテーラっていう、あ、そうですよね、なんかイベントが、うん、体験会をやろうと思っていて、はいはいはい、なので12時から2時間ですね、うん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 、でそこであのこれからやるんですけどフラーレン呼吸とフラーレン瞑想っていうの、はー、気になる気になる、それをちょっとみんなでやりたいなと、はい、フラーレン呼吸、うん、でアガリンテーラーにあの体験会で来ていただいた方には、うん、やっぱりそのフラーレン呼吸のやり方とか、うんうん、フラーレン瞑想実際に作ったりもするんですか、うん、作らないはしない、ただ手に持ってもらって、はい、呼吸だの、そうです、そういうのエネルギーを感じてもらって、はいはい、でフラーレン呼吸をする、うんうんうん、でちょうど昨日の朝、はい、あの友達が出産したんですけど、うん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 、その前の前の日にこれを触って、うん、どうしてもこれが出産に必要ってめぐちゃんっていう花岡めぐみさんって言って、で10月8日が予定日だったんですけど、うん、早いですね、そう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 早かったの、うん、それがでどうしてもなんかもう早く作んなきゃいけないなと思って、うんうん、今15人待ちぐらいなんですけど、なんかもう本当にあめぐちゃん絶対なんかもう緊急だなと思って作って、うんうんうん、一昨日渡したんですよ、1日で作って、産んじゃった、そう昨日の朝産んじゃった、そうなんかフラーレン呼吸がすごく助けてくれたって言って、うんうん、なんか赤ちゃんと一緒の写真を送ってくれました、うん、へえ面白い、すごいな、おうわ赤ちゃん生まれたての赤ちゃんの横にあるいい、ね、この大きさですかちょうど、これが8ミリこれです、ね、ああ赤ちゃんがちっちゃいから大きく見えるんだ、すごくねこのフラーレン呼吸っていうのが、うんうん、あの助けになる、うん、あ出産の時にもってこと、助けへすごく楽になるって言ってました、うん、主にこのじゃあフラーレン呼吸っていうのはどういう効果があるんですか、フラーレン呼吸っていうのはあの自分を通して地球と宇宙をつないで、うん、グレートセントラルサンっていう、うん、この宇宙の太陽のエネルギーを自分に、うん、取り入れる、うん、取り入れることができる、うーんすごいですね、うん、これ一番大きいのでどのぐらいの、これで14ミリなんですけど、うん、この上が16ミリ、18ミリっていうのもあります、結構ね18ミリになるとこのぐらいなの、そうです大きいです、ここまで大きくなるとなんだろう、家にね本当に置物としても全然、うんね、かわいい、綺麗だよね、うん、でこの間、買ってくれたのが那覇のホテルのオーナーの方が買っていただいて、うん、そうするともうホテルの建物自体がもう光の柱になるから、うん、そこがもうすごい波動が上がるんですよね、なんか来てくれたお客さんとかもすごい、うんうん、あのいい気持ちになってこう、あお部屋に1個ずつ置いてもいいかもしれないですねこういうのね持ってくれる